今戦いの幕が開く。NHRA オーワイドドラッグレースレポート後編だ。 John, what's going on, my friend? 自分のスニーカーね。わずか60分から80分の間にエンジンを組み直し、再度調整を行う。今年もやります、チューンドロータリーレース、ロータリーレースがこれから始まるわけですが、2人、おはようございます。正確には3人ですけど、コースタートで松井が2位浮上、正雄も3位につける。その後ろから菊池敦の RX8、 さらには緑のマシーン田尻天がつけている。コナラブレーキング争いだ。インガに飛び込んだ聖奈がパス。ファイヤーファイナルラップ1秒台でのプロストッククラスをご紹介。市販車ベースの改造車を使い、スーパーチャージド V8 で余裕の1000馬力オーバー。続いてプロストックモーターサイクル。ずっと父の姉ちゃんのことばっか考えてた。俺に構うな、お前は。鼻の下伸ばして。